YouTube をご覧の皆さん、ポッドキャストをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。3月2日土曜日、超快晴です。湿度もなくて肌もサラッサラ。こういう日が毎日続くといいですね。最近代わり場の道端に毎年恒例の白い野良大根の花が咲き誇っています。毎年毎年いつかこの大根食べてやろうと思ってるんですけれども、毎年花が咲いてから気づくんですよね。花の咲いた大根はもうね、糖が立って食べられない状態なので、また来年に持ち越しですね。去年の夏頃に植えたパセリの種だと思うんですけど、今頃芽吹いてきました。そして恐怖の発作エリアには大量の発作の実が落ちていました。今回だけで31個落ちてました。どうすればいいんだろう。ヤッホーお母さんの指ですよ。ドキガスカオモタワフウェイナニコトラソナニオウィニナンネン。はあ、これは母さんの指を舐めてもらうチャンス。またイロンコトケンガイトナ。こうやって撫でてるふりをして、ベロの着地点に指をスライドさせて。ねんやくさいわ。このおならやろか。しつりすぎひん。みーちょさんのベロンチョゲット。うおまず。ぼい。かまむしくりむたかな。また指をスライドさせて。ババアなにしとに。くさいわ。さてお次は？やだキモい。ヤッホーお母さんの指ですよ。ロイ。母さん涙目。さて本日はワッフルを作ろうと思うんですが、今回は生地の中に豆腐を練り込んでみようと思います。そして以前ピタパンの時に作った湯ごねの方式で生地を作りたいと思います。小麦粉の中に米ぬかとベーキングパウダーと砂糖と塩を入れました。ということでいつものいきましょう。このチャンネルでは米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖質制限をされている方のご参考になればと日々レシピを考えています。よろしければいいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いいたします。唐突に写真のカットが入りましたけども、これは前日にサラダチキンを作っておきました。動画を撮ってなかったのでね、慌てて写真だけ撮りました。今日も農家さん直売コーナーのブロッコリーがお安かったです。さて湯ごねの生地を冷ましている間に、今ショート動画で流行っているこれをやってみました。これ不思議ですけどね、意外と簡単でした。湯ごねから15分ほど経ったので、そろそろこねていこうと思います。15分も経てば手で触っても火傷しない程度には冷めてると思います。今回は加水率 80% プラス豆腐を1パック入れてます。低糖質な上に高タンパクな生地を作ってみました。豆腐が入ることで、まあどれだけ高タンパクになるかはわからないんですけれども、豆腐が入ると結構生地がもちっとした感じになるので、パンケーキの生地に豆腐を入れたりする方もいらっしゃるみたいですね。いつものワッフルは私はイースト菌を入れてパンのようにふわふわした生地で作ってるんですけれども、今回は気持ち程度のベーキングパウダーを入れただけなので、あんまりふっくら仕上がるとは思えないんですけれども、湯ごねの生地とベーキングパウダーっていいのかなと思いながら入れたので、想像以上にふっくらはできないかもしれません。ベーキングパウダーをね、熱湯の中に入れてもいいのかって結構ネットで調べてみたんですけれども、
納得のいく回答が見つけられなかったので、まあ物は試しにやってみようということで、また強行突破してしまいました。今回のワッフルはワッフルボールメーカーで作ろうと思うんですけど、このワッフルボールメーカーというのが、まあ、とってもなんだろうな、コスパが悪いというか、1枚ワッフルボールを作るのに7分ぐらいかかるんですね。なので今日は助っ人をお呼びしております。後ほど助っ人の方には登場していただきます。ちょっと手で押して生地を平たくします。助っ人を呼ぶ前にちょっと自分で試し焼きをしてみます。ワッフルボールメーカーを使うのすごく久しぶりな気がしますね。生地の表面に油を塗ってワッフルボールメーカーにくっつかないようにしています。本来テフロン加工されてるんですけどね、最近くっつくんですよねこいつ。焼ける間暇を持て余しています。想像の3倍ぐらい膨らまなかったんですけれども、まあこれはこれで器としてね、解釈すればまあ OK といたしましょう。それでは助っ人の旦那氏です。ババアは今臭い芝居でレクチャーをしております。油を塗って生地を入れて蓋をして待つだけ。簡単だけどやけに時間のかかるこの作業、助っ人さんには頑張っていただきましょう。もう暇を持て余してるみたいですね。さて、前日に作っておいたサラダチキンの登場です。冷蔵庫の中で一晩寝かせておいたんですが、このサラダチキンはね、一晩経っても全然硬くなることのない柔らかサラダチキンです。言いにくいね。肉汁がもったいないので、これを使ってスープを作ろうと思います。サラダチキンの切れ端とブロッコリー少々をスープの中に入れようかな。粉末の出汁なんかをね、付け足すこともなく、このサラダチキンのスープだけでとても美味しいスープが出来上がります。今はスープの具材はこのサラダチキンの切れ端とブロッコリーだけなんですが、他の食材を切ってる上で出たクズもどんどんこの中に入れてクズスープを作ろうと思います。こちらは朝に仕込んでおいたゆで卵です。ギャル曽根方式のゆで卵は殻がつるんとむけます。このゆで卵は輪切りにしてワッフルボールの中に具材として詰めようと思います。早速食材くずが出たので、これもスープ行きです。はい、いってらっしゃい。レタスとトマトとチーズもワッフルボールのトッピングに使います。この葉っぱの上の方のね、よりレタスらしい見栄えの部分はワッフルボールに使うんですが、葉っぱの下の硬いところはね、ちょっと飾りに使うのは使いにくい部分ですよね。ということで、これもスープの中に入れちゃいましょう。我が家のスープはね、いつもこうやってだんだんと具材が増えていきます。
あとはトマトとチーズを準備したらトッピングの完成です。切れ端食べちゃう。ワッフルボールの半分は平たく伸ばしてフライパンで焼いちゃいました。そしてこれ系のランチの時はね、もう当たり前のようにこういうチョコとかジャムとか生クリームが登場します。旦那の方はチョコレートと生クリーム、私は八朔ジャムと生クリームにします。作ってから 2,3 ヶ月ぐらい経過したジャムなんですけれども、ジャムはね、作りたてよりも少し時間が経過した方が美味しくなりますよね。なんか毎週この生クリームを買ってる気がするな。今日地面に落下してた30個の八朔、どうしようかな。誰か食べてくれないかな。今回も水切りヨーグルトでクリームチーズを作ります。水切りヨーグルトの中にオリーブオイルと砂糖と塩を混ぜました。たったこれだけでね、本当にクリームチーズの味がするんですよね。そしてうずスープ、味付けは塩のみです。完成しました。出来ワッフル。出来タコス。それではいただきましょう。なかなか彩り豊かな食卓になりました。ワッフルボールは作るのはすごくめんどくさいんですが、食べる時のこの手間がちょっと楽しいですよね。カップの中に自分の好きな具材を詰めて、ちょっと手巻き寿司感覚で食べられるところが楽しいです。熱湯の中に入れたベーキングパウダーの効果なんですけれども、ベーキングパウダー効果はほぼ見られませんでしたね。やっぱり熱湯で生地をこねるときはピタパンとかね、その手の平たいパンの方がいいかもしれませんね。もちろんドライイーストとか酵母は熱湯の中に入れてはダメですよ。高熱でせっかくのイースト菌が全部ね死滅しちゃうのでね。旦那のカップのボリュームすごいな。さて、ほぼ目の前にある食材をこのカップの中に詰め込みました。ちょっと生地は固めだったんですけれども、これはこれで美味しいです。でも今度は普通のワッフルの生地で作ろうかな。塩しか入れてないこのくずスープなんですけど、サラダチキンの旨味がたっぷりと抽出されていてとても美味しかったです。そしてなんなら私のメイン、ワッフルボールデザート、これは間違いないですね。私はこれだけでランチ良かったかもしれないな、ってぐらい美味しいです。ということで美味しかったです。さよなら。